南口田端駅は東京都北区東田端一丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。特定特殊内制度における東京都区内を呼び東京山手線内に属する。駅番号は京浜東北線が JK34、山手線が JY09。北宅最南端の駅及び最東端の駅である。旅客線としては旅客案内用の路線名における 京浜東北線と山手線が乗り入れをしている。各線の線路名称上は、東駅から駒込方は、山手線、上中里方及び西日暮里方は、東北本線である。関東大震災の際、田畑駅から避難する人々田畑駅周辺の、白黒空中写真国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成島式ホームにメミ温泉を有する地上駅。ホームには古いレールを再使用した柱が使われ、開業当時を忍ばせる。旅客船ホーム東側には田端信号場駅の着発線及び東北新幹線の効果が見られる。改札は北口と南口の2箇所がある。自動改札機、指定席券売機設置。北口は京上駅舎となっている。 2008年7月30日に人工地盤上に地上3階建ての駅、ビル、アトレビ田タ,タが開業した。周辺に大きな商店や繁華街がないことを逆手に取り、成城石や津田屋などの手なんを誘致し、乗降客や乗り換え客をターゲットとした駅ビル運営が行われている。南口は北口とは対照的に小さな駅舎である。 駅舎からホームにつながる専用の古線橋があるが全体的に通路のスペースが狭い。駅員は常駐しておらずインターホンで呼び出すようになっている。山手線と京浜東北線は田町駅から東駅まで同一方向の電車は同じ島式ホームを共有する方向別複々線となっている。駅の西日暮里よりには山手線と京浜東北線との渡り線があり、 工事及び非常時に内側線、外側線のいずれかが使用できない場合、山手線、京浜東北線電車を使用できる線路に集約して運行するために用いられる。なお、その際は京浜東北線での日中の快速運転は行わず、終日各駅停車で運行される。2020年度の1日平均乗車人員は34,278人である。 JR 東日本の駅の中では、駒込駅に次いで、第99位。山手線の駅の中では、うぐいす谷駅、目白駅、新大久保駅に次いで少ない。ただし、乗車人員と京浜東北線、山手線間の乗り換え人員数を含めた、利用者数では、約8万3千人が利用している。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、 駅は山手台地の縁に沿うような位置に立地し、台地の上と下を結ぶ形で都道458号線が在来線、貨物線をまたぎ、駅の北口に面している。ロータリーも北口に設置されている。駅周辺に大きな商店や繁華街などはない。都道を東田端方面へ進み坂を下るか、あるいは道坂方面に坂を上ると飲食店や、 小さな商店が立地する一帯があるが、いずれも駅から400メートル程度離れている。南口周辺は住宅地で駅からは階段があるいは坂を登る必要がある。また、駅の南東側へ直接行くことはできない。駐車区出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。